はい、それではね、こちら、ベーシックタイプの、ブラックリネンの紹介になります。で、この生地なんですけども、少しね、こう、織りとですね、染めの方に若干のね、こう、難が出てくるということで、非常にね、こう、解読プライスになっている、こう、分けありタイプの生地になっております。はい。まずね、この生地なんですけども、いい意味でね、すごくベーシックで使いやすいリネンになっております。ブラックカラーということで、まずね、リネンの中ではね、この人気のカラーなんですよね。で、厚みもですね、この中肉厚ですね。で、これ、洗いをかけるとですね、非常に軽やかなね、風合いに変化するリネンになりますので、例えば、春から夏にかけてなんてもね、存分に楽しんでいただけると思います。またね、袖丈やね、着丈を長くね、こう変えていただいたりとかしてね、オールシーズン使っていただけるようなね、そんな万能リネンになりますので、ぜひね、その辺参考にしてみてください。で、やっぱりね、一番のおすすめはこれね、こう、訳ありリネンということでね、非常に今ね、こう、リネン、値段がね、高くなってるんですよね。なんですけども、こういったね、こう、解読リネンね、たまにこう出てきますので、ぜひね、チェックしてほしいんですよね。で、今回のこの分けありなんですけども、まあ、染めとね、ちょっと織りに若干難が出てくることがあるということなんですけども、私もね、生地すべてね、こう見たんですけども、じゃあ、欠点があるからって全然使えないかっていうと、もちろんね、こう販売するレベルになってますので、そこまではこう目立たないんですよね。例えばちょっと折り感見ていただきたいんですけど、ここのうっすらとした折りわかりますかね？こういうところが若干ちょっとこう分けありっていうところなんですよね。本当にね、こうレベルとしてはね、使いやすいタイプになってますので、ぜひね、参考にしてみてください。はい。で、風合いもね、本当にこう、リネンならではのこの柔らかさ、存分に楽しめると思いますのでね、その辺も含めてね、こう、楽しい作品作っていただきたいなと思います。